こんにちは。こんにちは。ひろゆです。金子です。日々僕たち骨盤っていうのを整えてるじゃないですか。はい。皆さんの。でも骨盤を整える上で骨盤周りの固まってる筋肉をほぐさないとそもそも骨盤整えるのって結構難しいじゃないですか。はい。だからストレッチをしっかりやって骨盤を整えるってことをやってるんですけど、まあ骨盤周りの筋肉硬くてほぐすのにも一苦労じゃないですか。はい。なので皆さんにはぜひ自分で骨盤周りの筋肉を整えてほしいと。そして柔らかくして基礎代謝を上げてほしいと。股関節が動かなくなっちゃうからね、はい、なので今日は自分で骨盤を整えて痩せやすい体を作るそんな方法をご紹介してますのでぜひ一緒にやりましょう。それでは今日は膝立ちで行っていきます。はい。膝立ちになったら祈ってください。はい。これ祈りって大事ですから。確かに、はい、例えば3キロ痩せたい、10キロ痩せたいとか、はい、祈る。そして祈りが整ったら右足を外に開く。はい。そのまま体をですねこっちにグッと行くんだけど来た時に体をひねる。グーッと。そう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 。はい。で戻したら向こう向いて膝を内側に置く。そうです。これをクソを言ってからのそうです。はい。いいね。そう、柔らかいね。もうもうあの、うん、そう多分世界で僕1、2争うくらいこれは柔らかいと思います。あ、そう、すごいな。はい。こっち側30秒いきます。はい。よーい、スタート。まずこっち。そうです。体をひねるのが結構重要でですね、仙骨と腸骨っていうのがあってね、この仙骨がね腰椎にくっついてるんですよ、うんうん、ひねることによってその仙骨と腰椎が剥がれるからさ、うんうん、より骨盤がね動くんです。だからそこのこの体をひねるのが大事なんですね。これめっちゃ股関節も伸びますね。あ、そう、すごいね。今のその形よくできるね。これ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 、ぜひこのポーズをね皆さんも綺麗にこのぐらい綺麗にやってほしい。はい、OK です。はい。さあ今度逆足です。逆足、左足をこっちでこうひねって、そうです、そうです。あ、ちょっと硬いな。そうでしょ。これも30秒いきます。はい。よーい、スタート。向こう行ったら向こう向いて、こっちに膝を折ったら、いいね。はい。動き的に結構難しそうだけどさ、はい、意外とできるね。意外とあの、そう、でもちょっとこっち行った時にひねるの忘れちゃう。もはやひねってから行ってほしいぐらいなんだけど。ひねってから。そう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 。なるほど。それぐらいのイメージで。この時すねがすごい伸びるんですよね。うん。それは多分あなたがすねが硬いんだろうね。まあ多分そうそういうことです。そうなんだよね。すねに来ないはずなんだけど。はい、OK です。はい、OK。そしたら今度座ります。足の裏をくっつけて後ろに手を置くと。はい。でお尻を浮かせてちょっといけるとこまで前に行きます。で下がったらお尻を一回つける。でまた前に行った、お尻浮かしたまま前に行って戻ってお尻をつけます。トン、トン、トン、トンと、このぐらいの、後ろに行った時はお尻ついていいけど前行った時はお尻浮かしたままですよ。はい、これ40秒いきます。はい。よーい、スタート。今のペースですね。トン、トン、トン、そう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 、はい、これあのやっぱコキコキなる、ポキってなったりするから股関節固まってる時すごい顔してる。すごい、なんか腕立てやってる時の顔してる。あ、もう全然辛くない。そうだよね、全然辛くない、スムーズにね。あ、ちなみにこうお腹を伸ばしてやっていただけると。なるほど。皆さん今こうやって丸くならないで、丸くならないでこう、はあ、しっかりお腹を伸ばしたの、この時に一番伸びてほしい。いい、疲れてきた。疲れてきました。はい、あ、いいです。いいね。はい。次ラスト簡単です。足の裏をくっつけて、はい、手を前に伸ばしてグッと前にこう物をこう取りに行くような感じで、で戻してグッと取りに行くような感じで戻して、なるほど。このスッ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 と、これだけです。簡単。はい、これ40秒いきます。はい。よーい、スタート。スッ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 、背筋を絶対に伸ばす。やばいやばい、あなたが丸まっている。はい、確かにこの腰から折るイメージでいかないと。そう、ここお腹こうね、腰の形を丸めないで、スッスッとこうこんな感じです。フォームを大事にして意識してると、はい、実はここ伸ばしてるの気にならないって気づけば伸びてる。そういうことですね。すげえ汗かいてきた。そうなんだよ、はい、股関節にね大きいやっぱねあのリンパ節がありますから、ドバドバ流してますからね。激しい運動してないのに。そうでしょ。はい、これなんですよ、ポイントは。確かにな、本当に。はい、 OK です。おー、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。そんなに激しいことやってないけどさ、はい、いつも通りだもんね。
汗の量とかそうしてそうこの気温も下がってきてるのにね、結構今日涼しいからね、はい、それでもやっぱポカポカしてるもんね。うん、そういうことですね。やっぱ腫瘍の部分動かしてるんで、一番大きいそのリンパがあるところをこう動かすと、これだけ血流も良くなるんで、多分やってる方も熱くなってると思う。骨盤周りのお尻の筋肉とか太ももの筋肉って大きいじゃないですか、はい、この分冷えやすいんですよ、すごく。だからこの体操をやって温めることで骨盤も動くようになっていきますので、ぜひこの体操を続けて美容とダイエットに励んでください。そしていつまでも美しく綺麗であっておいてください。このようなアピアンス TV では、今も綺麗でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思いで動画をお届けしてますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。